ハレリア、こんばんは。こんばんは、ハレリア。今日は東京地方はですね、夕方スコールが降りまして、やや涼しいですね。小太郎さん、ハレリア。若干涼しいですね。来週は結構なんか涼しい感じですね、天気予報ですね。天気予報によると来週は若干涼しいという、いいですね。はい、皆さんお元気でしょうか。今日は土曜日です。明日は日曜日ですね。日曜日は礼拝があります。明日の朝は夜放送ないんですが、朝10時半から礼拝ライブがありますので、兄弟姉妹の方、小太郎さんありがとうございます。兄弟姉妹の方、明日朝10時半に来てくださって一緒に礼拝しましょう。サマーさん、この放送みんなで見れば犯罪が減ると思います。アメン、アメン。最近何かですね、なんかこう、まあ、犯罪っていうのはまあ昔からあるんですけど、昔から犯罪ありますけど、やっぱりニュース見てると犯罪だらけで、なんか嫌気さしませんか。もういつもスキャンダル、不祥事、不正事件、ね、性犯罪、汚職、殺人、強盗、嫌ですよね。犯罪だらけじゃないですか、もう。皆さん、ニュース好きな人もいますけど、なんかニュース見てると犯罪だらけで嫌じゃないですか。犯罪や減少傾向、犯罪減ってるんですか。犯罪減ってますか。まあ、犯罪件数とかね、まあ、犯罪にもいろんな犯罪がありますから、どういう物差しで見るかによってちょっと違うかもしれませんが、犯罪が減ってるんだか増えてるんだかちょっと分かりませんけれども、まあそうですね、犯罪が減ってほしくありませんか。犯罪減ってほしくありませんか。なんかおまりさんがね、おまりさんが犯罪を起こすとかね、学校の先生が犯罪を犯すとかですね、裁判官が犯罪を犯すとか、自衛官が犯罪を犯すとか、弁護士が犯罪を犯すとか、医者が犯罪を犯すとか、歯医者が犯罪を犯すとかね、なんかそういう犯罪を犯しちゃいけないような人、犯罪を犯しちゃいけない人が犯罪を犯すっていうケースが多いですね。なぜおまりさんが犯罪を犯すのか。でちょっとね、皆さんね、皆さんの答えを聞きましょう。なぜ、犯罪を取り締まるおまわりさんが犯罪を犯すのか。はい、皆さんの答えを書いてください。犯罪を取り締まるおまわりさんが犯罪をなぜ犯すのか、おまわりさんが犯罪を犯す理由は何ですか。人間だからクリスチャンじゃないから、人間だから、罪人だから。おまりさんも普通の人だった。悪霊に取りつかれている、自覚がない、信仰持ってないから、サタンの仕業。聖書を持っていないから、犯人に取り付いたサタンが乗り移ったから。これちょっと面白いね、これ面白い。犯人に取り付いたサタンが乗り移ったから、欲望に負けた。イエス様の愛を知らないから、おまわりさんは自分が一番偉いと思っている。油注ぎを受けていない、イエス様を知らないから
ヒカルさん、ハレルヤ。サタンの心を持っている人は裁くことができない。はい、ありがとうございます。まあそのですね、おまりさんが犯罪を犯したり、裁判官が犯罪を犯したり、医者が犯罪を犯したりしたら、一体社会どうすればいいと思いますか、皆さん。学校の先生が犯罪を犯す。学校の先生の犯罪今増えてますよね。なんか教育委員会はお手上げだとか言ってますけど、教育委員会がお手上げ。つまりですね、じゃあ次の質問、これ大事な質問ね。なぜ教師とか、ね、おまりさんとかそういう人たちが、まあ、昔よりも今の方が罪を犯すようになってきましたね。昔もあったかもしれないけど、今の方が増えてきてる感じがしますが、なぜそういう本来は犯罪を犯してはいけない人たちが、犯罪を犯してはいけない、もちろん、まあ、さっき言った罪人だからとかクリスチャンじゃないとかいろいろありますけど、だけどなぜその犯罪を犯してはいけないような人たちが犯罪を犯すようになってきたか、これ難しい質問ですね。はい、じゃあ皆さん、学校の先生とか医者とか犯罪を犯しちゃいけない人たちがなぜ犯罪を犯すようになってきたか、はい、答えてください。牧師も含めてね、牧師も罪を犯します。イエス様の真理を理解する力が薄れたから。偶像崇拝の結果だと思います。アーメン。悪霊大国だから、アーメン。皆さん素晴らしい、優秀ですね。ストレスが溜まってるから政治が悪い。油注ぎが足りない。昔から起きていたけど表沙汰にならなかった。天皇崇拝のせい。サタンの誘惑が強いから。欲望が社会にあふれてるから。人を教えたり裁く立場になってしまってるから。ああなるほど、なる、傲慢になってるということね。この放送見てないから。マスコミの影響で今まで隠したものが明るみになった。あ、それは言えるね。以前からあったけど今は明るみに出やすいということも言えるでしょう。ネットで情報が流れるようになったから。通報中が増えてるからかな。人が人を裁くのはいけないと思います。キリスト教こそ全ての自分のことしか考えていないから。ネットイナゴ？ネットイナゴ知らないな。どういう意味でしょう。ネットイナゴって何ですか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。私の答えは、本来はですね、本来は学校の先生とか医者とかおまりさんは、罪を犯しちゃいけない職業ですね。まあ罪を犯していい職業なんてないんですけども、まあどっちかというと模範にならなきゃいけないし、罪を犯してはいけない、立場だと思うんですが、そういう人たちが罪を犯すというのは、そういう人たちが罪を犯すということは、それは神様が、人間は罪人だよ、おまわりさんでも罪人だよ、学校の先生も罪人だよと言ってですね、人間が、全ての人間が罪人だということを教えるためなんですね。神様が罪を教えるために、人間は
例えばそういう社会的地位が高いとしても、ね、政治家とか、まあ、トップの人であったとしても、会社のトップであろうと、社会のトップであろうと、学校のトップであろうと、みんな罪人なんだ、みんな救われなければならない罪人、清められなければいけない罪人、罪を許されなければいけない罪人なんだということを教えるためなんです。学校の先生になったから罪がなくなるんですか？いいえ。裁判官になったから罪がなくなるんですか？いいえ。お巡りさんになったら罪がなくなるんですか？いいえ。誰でも罪があるんだということ、神様が教えるためなんですね。なぜ罪があることを教えなきゃいけないんですか？なぜ罪があることを教えるべきなんでしょうか？それは、罪というのはですね、隠しきれないよ、ね、偽善的になっても罪は隠せないんだよということですね。つまり犯罪というのは、ね、人間の神に対する罪から、神様に対する罪から犯罪が起きるんだよということですね。犯罪っていうのはまさに人間に罪があるんだよということを教えるためなんだということですね。イエス様は人々のすべての罪を知っています。イエス様は人々のすべての罪を知っています。つまりですね、特に日本の今のそういう犯罪が増えているということは、結局リバイバルのためだよということですね。リバイバルというのは、すべての人が、私は罪人なんだ、私には罪があるんだ、どうしたらいいんだということで、イエス様によって罪が許されなければならないということを知るために、今日本の社会はそのように、本来は犯罪を犯してはいけない人たちが犯罪を犯してしまう、どうして犯罪を犯してしまうんだと、多くの人は悩む時代になってきたんですね。ですから皆さんも犯罪を犯す可能性があるんです。罪がある人というのは犯罪を犯す可能性があるんです。で、皆さん犯罪を犯したくないですよね。皆さん犯罪を犯したいですか？犯罪を犯したくないですよね。じゃあもちろん、皆さんは答え知ってる人もたくさんいますけど、あえて聞きます。では犯罪を犯さない方法、皆さんの考えを書いてください。どうすれば犯罪を犯さなくなるんですか？どうすれば犯罪を犯さなくなるんですか？はい、答えてください。どうすれば犯罪を犯さなくなるんでしょうか？法律をよく学ぶ、法律を学んでる弁護士とか裁判官が罪を犯してるんですよ。法律をなくす、法律がなかったら余計に犯罪増えるんじゃないですか？親と話す親が罪を犯してるじゃないですか。イエス様に悔い改める、アメン。弁護士と相談する、弁護士が罪を犯してますよ。人を辞めたら意味がないじゃないですか。イエス様の御言葉一つずつを大切にすること、アメン。宗教を廃止する、牧師と相談する、テストの点数より心を重視する社会にする、これいいかもしれませんね。イエス様の祈り、罪を悔い改める、イエス様の教えを守る喜びを知る、犯罪を犯さなくなるには地を追い求める、地を追い求めても犯罪は起きるんですね。人がいる限り無理、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのですね、世界中でリバイバルが起きてますね。で、リバイバルが起きるとね、犯罪率が低下するという統計があります。リバイバルが起きるとクリスチャンが増える。クリスチャンが増えると犯罪率が低下します。マフィアが悔い改めて、クリスチャンになる。麻薬売買の人が悔い改めてクリスチャンになる。ギャンブルをやってる人が悔い改めてクリスチャンになる。皆さん、リバイバルっていうのはクリスチャンが増えるということですが、クリスチャンになるということは自分の罪を悔い改めて、クリスチャンになるわけです。ですから当然犯罪が減るわけですね。日本のヤクザの人でね、元ヤクザで悔い改めてヤクザを辞めて牧師になった方がたくさんいますよね。新藤牧師もそうですね。新藤牧師もそうですが、当然ですね、ヤクザ辞めるんですから。ヤクザ辞めるってことは犯罪減るわけです。だから牧師になったヤクザの人たちを見ればわかるように、クリスチャンが増えるということはですね、そういう犯罪を犯すようなことをやめていくということですね。ですから犯罪を減らす方法は、ね、犯罪を減らす方法はクリスチャンが増えればいいということですね。クリスチャンが増えれば当然犯罪が減ります。他に方法がないんですよ。いくら教育したって、いくらですね、こう訓練してもダメなんです。なぜかというと、罪というのは、人間の力では、なくならないんですよね。もし教育でですね、教育で、犯罪が減るならば、裁判官が犯罪を犯すこともないでしょうし、医者が犯罪を犯すこともないし、学校の先生が犯罪を犯すこともないわけでしょ。でも現実は違うじゃないですか。現実は教育を受けようと、訓練を受けようと罪を犯してるわけです。大学の教授が罪を犯すなんてしょっちゅうニュースありますよね。大学の教授が罪を犯すなんかしょっちゅうある。だから教育を受けても罪を犯すんですよ。教育と罪とは違うんですよね。教育と罪とは違う。まあそういうわけで、犯罪が減るためには本当に罪を憎むような生き方をしなきゃいけないわけですね。罪を憎む必要があります。その罪の本質が、神様に対する罪なんだよ。だから例えば法律に対して罪を犯すということは、それは、神様に対する罪と関係があるということですね。犯罪とですね、人間の神に対する罪とちょっと違いますよ。もちろん同じではないです。ただ神様は犯罪を通して神に対する罪を教えようとしているんだということですね。罪ってなかなか分かんないんです。罪ってなかなか分かんない。だからその罪を教えるために神様は犯罪ということを通して、犯罪ということを通してですね、罪を教えたいということですね。そしてその罪を取る方法は十字架しかないんだ。十字架しかない。人間の力では取れないんだということですね。人間の力をいくら修行しても座禅組んでも、お経を唱えても、ね、念仏を唱えても罪は取れないんです。罪が取れない。刑務所入って皆さん罪なくなりますか？ピラメキさんこんばんは。10年20年ですね、刑務所に入って罪がなくなりますか？なくなりませんよね。刑務所長い間行ったからといって罪がなくならないんです。
そう、心から悔い改めないとダメです。だからね、私はね、刑務所に入れるよりもね、犯罪を犯した人をにもし強制はできませんよ。強制はできないけど、選択させてね、イエス様を信じると罪を犯さなくなるけど、学びますかっていうふうに聞いてですね、私はあの刑務所にですね、そういう伝道した方がいいと思うんですね。その犯罪者に聞くわけですね。クリスチャンになると犯罪を犯さなくなりますけど、やってみませんかというね。で、本人がじゃあ私は再犯を犯したくないから聖書を学びたいっていうなら教えてもいいわけじゃないですか。で、強制じゃないですよね。だから私は刑務所で伝道するべきだと思うんですね。刑務所で伝道したら再犯率がぐっと減ると思うんですね。その方が社会は治安が良くなるじゃないですかね。再犯を犯す人が、一度刑務所から出てきたら怖いですよ。ね、性犯罪を犯した人がもう一度出てくるわけでしょ。殺人を犯した人がもう一度出てきたら怖いじゃないですか。ね。だから、やはり社会を良くするためには、そういう霊的なことをしなきゃいけないんだよということですね。悪霊がね、怖いんだという。殺人の悪霊がいたらまた殺人を犯すし、強盗の悪霊がいたらまた刑務所から出てきた強盗をするし、性犯罪の悪霊がいたらまた刑務所から出た性犯罪を犯すわけです。だからやっぱり、刑務所制度を変えなきゃいけないわけですね。まあ、刑務所制度を変えましょうっていう、やりましたね、そういうのやりましたね、一回ね。はい、まあ、そういうわけで天国にはですね、罪がないので、天国には犯罪がないのです。天国には罪がないので、犯罪のない世界、いいですね。早く行きたいですね。犯罪のない世界、ね、もう鍵なんかないんじゃないですかね。もう防犯ベルもないし、セコムもないですね。もう天国はですね、罪がないから泥棒もいなければですね、詐欺もないし、ね、もうパスワードもいらないじゃないですかね。罪がないってことはですね、もうセキュリティがいらないみたいなね。インターネットあるかどうかわかりませんが、パスワードなしで やるとかですね。そういう世界が天国ではないでしょうか。罪のない世界。クリスチャンは神の国を待ち望みます。そしてそれは罪のない世界です。犯罪のない世界です。いい世界ですね、皆さん。社会はですね、この私たちの社会は犯罪を減らそう、犯罪を減らそう。まあ、おまりさんがいるのも犯罪を減らすためには、犯罪を減らすためにおまりさんがいるのに、そのおまりさんが犯罪を減らしてどうするんだという、ね。犯罪を減らすべき立場のおまりさんが犯罪を犯すならば、もうどうしようもないんだということ。つまり社会を良くするためには人間の心を清めるお方、イエス様が必要なんだということですね。イエス様だけが人の心を清める、イエス様だけが人の心を清めるのです。皆さんがこの伝道部屋に来て心が清くなっています。この伝道部屋に来て皆さんは清くなってますから、皆さんは本当に、犯罪を犯しにくくなってますよ。皆さんは犯罪を犯しにくくなってますね。喜んでください。今日の御言葉ですね。今日の御言葉は、ここですね。第一ヨハネ3章4節ですね。4節ね。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。
罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストは何の罪もありません。キリストが現れたのは罪を取り除くため、罪を取り除くため。この世から罪を取り除かなきゃいけないんです。この世から罪を取り除かなければなりませんが、罪を取り除くことができる方はただ一人、イエス・キリスト。イエス・キリストだけが罪を取り除くことがおできになるのです。キリストには何の罪もないのです。キリストには何の罪もないのです。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストも見てないし知ってもいないのです。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見ていないし知ってもいないのです。クリスチャンは罪のうちを歩まないということですね。クリスチャンは罪のうちを歩みません。子供たちを誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは神の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰でも神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。つまりですね、義を行う者が神の子で、義を行う者が神の子で、悪を行う者が悪魔の子ということですね。義というのは正しい行いですね。義を行う者が神の子で、悪を行う者、罪を行う者が悪魔の子だということですね。クリスチャンはイエス・キリストを信じる信仰によって罪が許されて、罪を取り除いてもらったんですね。クリスチャンも以前こう罪があって、罪がありました。その罪をイエス様が取ってくれて、清められた、義とされた。それでクリスチャンは罪を犯さなくなるのです。日本でも世界でも、犯罪が多いのは罪があるからですね。罪がある。クリスチャンだってもちろん罪を犯すことありますよ。罪が残ってればね。だからその油注ぎのあるクリスチャンでないと罪を犯す。牧師でも油注ぎがないと罪を犯しやすい。油注ぎこそ罪を清めることなんですね。油注ぎのある、油注ぎによって心が清くされる。そうすると罪が洗い流されるということです。だからといって全く、油注ぎのあるクリスチャンが罪を犯さないと言ってるわけではないんです。その油注ぎによって罪を犯さなくなってくるということですね、清くなるということです。ですからね、油注ぎが本当に必要なんだということですね。油注ぎが本当に必要なんだという、それが大事なポイントです。油注ぎが大事だということですね。はい、そういうわけで、私たちも清くなければなりません。イエス様の油注ぎによって、私たちは清くならなければなりませんが、日本から罪を、やはり取らなきゃいけません。日本から罪を取るためには日本にリバイバルが必要なんだ。日本にですね、
もっともっと、油注ぎがあって日本から罪を取ってもらわなきゃいけないんだということですね。はい、それでは今日の英語ですね。今日の英語はですね、マタイ7章の24ですね。この指のところ、 No one can serve two masters. No one can serve two masters. 誰も2人の主人に仕えることはできない。 Two masters は2人の主人ですね。 No one は誰もという、誰も、 Can serve は仕えることができるということですが、No one can serve two masters。 これは誰も2人の主人に仕えることはできない。でちょっと飛ばしてその下にですね、 You cannot serve both God and money。 You cannot serve both God and money、これは、あなたは神とお金、神とお金と両方に仕えることはできませんよっていうことですね。神に使えるか、お金に使えるか、どっちかだよということですね。はい、多くの人はお金に使えています。お金に使えていますが、お金に使えてはいけません。神様に使いましょう。 No one can serve two masters. You cannot serve both God and money ですね。はい、ぜひ皆さん、お金に使えないで神様に使いましょう、ね、神様に使いましょう。はい、それではですね、明石タイムいきましょう。明石タイムね、犯罪、日本から犯罪を減らしたい明石タイム。日本から犯罪を減らしたい証タイムスタート。悪コメをやめました。対人恐怖が治りました。イエス様、母に暴言を吐く兄をお救いください。自分がいかに罪深いことをしてきたか反省しています。死刑をなくしたらいいと思いました。アメン。明日も良い一日となりますように。日本から仏教や神道をなくし、神社をなくして教会を建てるべきだと分かった。イエス・キリストを信じることです。リバイバルが起きて犯罪が減って悲しむ人がなくなりますように。クリスチャンが警官になればいいと思いました。放送を見ているリスナーは家族に伝道することが大事だと分かった。他のリスナーの皆さんはキリスト教を信じてますか？イエス様、私の体を正義のために使ってください。キューちゃんへの殺意が消えました。アメン。罪と人間が裁くのではなく、イエス様が裁くべきです。聖書を読んだら刑務所いらずになりそうだ。イエス様を信じて祈ったら寝とうよが治りました。日本の法律が聖書みたいになったらいいな。多くの法律は聖書から来てるそうですよ。おじいちゃんをバカにするのをやめました。早くリバイバル起こってください。疲れました。
刑務所を修道院にしましょう。毎年靖国神社に行ってましたが、今年は行くのをやめました。神を信じたら前科が消えた気がする。アメン。毎日欠かさずこの放送を聞いています。ハレルヤ。平和憲法を大切にしないといけないと思いました。キュウちゃん、日本のアジア侵略の罪は消えるでしょうか。悔い改めたら消えます。悔い改めたら消えます。犯罪を防ぐには小さい頃からイエス様を教えることが重要だと思います。アメン。サッカーを見ようと思っていましたが、キュウちゃん放送を見ています。親父狩りをやめました。この放送を聞いていたらいびきが治りました。ヤンプは本当にあるんだと思いました。苦しみからは何も生まれません。人に対して優しくなれば犯罪はなくなります。リバイバルが起これば犯罪も減ると思いました。他の教会で洗礼を受けたらキューチャーの教会で受けられませんか。受けれますよ。受けれますけど、洗礼はね、一回で構わないんですよ。まあ、受けることもできます。日本は経済大国になり、大事な心を見失ったと分かった。悔い改めたら涙が止まりません。聖霊によるバプテスマってありますか。それが油注ぎです。それが油注ぎですね。神を信じてイルカを食べなくなりました。この曲、心が癒される。この曲で心を洗いたい。どこで聴けるんでしょうか。これで賛美のタグで聴けると思いますね。ちょっと待ってください。消えちゃった。これの賛美というタグでこの曲を聴けます。ある人を許せないのですが、どうすればいいのですか。許します。イエス様、その人を許しますと宣言してください。宣言、何回も宣言してください。私はイルカ食べない方がいいと思いますね。クジラとイルカ食べない方がいいと思います。世界がね、世界の人たちが嫌がってるわけでしょ。クジラを食べることよりもね、世界の人たちとのことを考えてあげることの方が大事だということですね。賛美歌を毎日聞いています。つまり肉を食べることよりもね、世界の人たちとこう同意した方がいいんだよということですね。
どっちが大事なのか、肉を食べることよりも、世界平和の方が大事でしょということですね。神様を信じて信頼すれば犯罪はなくなります。キューちゃんはプロテスタントの何派？カリスマ派ですね。ベジタリアンですか？ベジタリアンでもいいですよ。ベジタリアンになってもいいです。キューちゃんは他の宗教は反対ですか？反対です。反対です。なぜかというと、神様は一人しかいないからね。神様は一人しかいないです。犯罪は世界共通の悩みです。はい、ありがとうございました。キューちゃんは聖霊に人格はあると思いますか？はい、ありますよ、ありますよ。皆さん、人に対して優しく神様を信じましょう。キューちゃんの好物の食べ物、お寿司かな。キューちゃん、食事を食べる前にいただきますというのは大丈夫でしょうか？もちろんいいですよ。いいけど、 お祈りもしてください。お祈りもね。いや、お寿司好きだからといってしょっちゅう食べてるわけじゃないですよ。お寿司好きでもたまにしか食べないですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとですね、今チャットが来てますのでちょっと読みますね。ある方からチャット来てます。私は働くのが嫌でした。世間では働いて当然、働いていないというだけで、蔑まれます。その固着した考えも嫌でした。しかし今日、なぜ働くのが嫌なのか分かりました。この世では資本を持っている人のために働きます。つまり権力のある人の下に自分を相手、ペコペコしながら働くのです。その資本を持っている人も同じ人間なのです。私を雇う人間は私の心を知りません。私を良くしてはくれません。そればかりか私を無下に扱い、迫害し、上下関係を押し付けます。しかし天国ではイエス様のために働きます。同じ人間ではありません。私のことを私よりも知っていて、私に良くしてくださる神様のために働くのです。この世での働くという行為は奴隷のようなものです。天国は家族のお手伝いをするのに似ている気がします。そこには愛があります。人間に仕えて働くことは愛がなく、神に仕えて働くことは愛に満ちています。わお、素晴らしいですよ、皆さん。素晴らしいです。もうハレルヤーです。ハレルヤーです。この世の仕事はなんかですね、奴隷みたいな感じですよね。この世の仕事はなんか悪魔に仕えてるみたいな感じですね。だけど、神様のために働くというのは何かこう、
感謝して働くみたいな、家族の中で働くみたいなね、そうなんですよ、そうなんです。ですから神に仕えること、神のために生きることが大事なんだということですね。この世の仕事はお金に釣られて、サタンによってこう牛耳られてるという感じですね。サタンに牛耳られてるというそういう感じですね。はい、ありがとうございました。それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージですね。よくね、なぜ神様がいるのに戦争があるのか、神様がいるのに、飢餓があるのか、神様がいるのになぜこんなひどいことがあるのかと、よく言います。なぜ神様がいるのにこんな犯罪が多いのか、神様がいるのになぜ犯罪が多いのか、これはですね、神様が罪を教えるためだということですね。つまりそのイエス様が十字架にかかったのは罪を取り除くためだということですが、このイエスキリストを信じてない国、イエス様を信じない人々の中に罪があって、その罪によって犯罪があるんだということですね。そういうわけで、大事なことは、そのことを知っている私たちが伝道して、ね、私たちが伝道してですね、この日本の罪を取り除くようなことをしなきゃいけないんだということですね。日本の罪をイエス様に取り除いてもらって、そして日本にその罪がなくなるようにしなきゃいけないんだよということですね。ですから皆さん、今日本は、悪霊天国とも私よく言いますが、罪が多いんだということですね。罪が多いので、ですから一緒に伝道することによって、一緒に伝道することによってクリスチャンが増える、一緒に伝道することによって油注ぎを受ける日本が、油注ぎを受ける日本がですね、だん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 、この罪がなくなって、罪が洗い流されて、そして、このいい国になっていく、いい国になっていく、平和な国になる。日本はね、もともといい文化があるし、日本人は非常にいい素質があると思うんですね。日本人はね、クリスチャンっぽいんですよ。日本人クリスチャンっぽい、礼儀正しいでしょ、それから謙遜でしょ、勤勉でしょ、柔和でしょ。日本人クリスチャンっぽいんですよ。日本人はクリスチャンっぽい。だから罪、クリスチャンになって罪がなくなれば、まさに素晴らしいクリスチャンができると思うんです。日本人は素晴らしいクリスチャンになります。日本人は素晴らしいクリスチャンになります。もともと真面目で、もともと礼儀正しくて、もともと謙遜だったら、クリスチャンになったら素晴らしいクリスチャンになると思いませんか。日本人は素晴らしいクリスチャンになるんです。日本人は素晴らしいクリスチャンになるんです。だから皆さん、伝道しましょう、伝道しましょう。そして日本が素晴らしい国になって、犯罪が減って、神の国にしましょう。日本を神の国にしましょう。ね、日本のこと、なんか森元首相が神の国なんて言ってなんか怒られたっていう話がありますけど、日本を神の国にしなきゃいけませんね。日本を神の国にしましょう。ね、日本を神の国にするんです。そういうわけで、私も今晩も伝道した理由は、日本をいい国にしたいからですね。皆さんを救いたいからです。罪のある人生と罪のない人生全然違うんですよ。結局証しタイムの時にですね、いろんな証しが、ね、毎晩毎晩たくさんの方が証ししてくれますが、結局証しというのは罪がある人生から、罪のない人生になった、
罪のある人生から罪のない人生になってどう変わったか、それが証タイムですよね。罪があるかないかで全然違うんだということですね。罪があるかないかで全然違う。罪がない方がずっといい人生になるんだ。個人でもそうですね。個人でも、罪があるからいろんな問題があるんです。罪があるから争いがある。罪があるから憎しみ合いがある。罪があるから犯罪がある。罪があるから無慈悲である。罪があるから嘘がある、ね、罪がいかに社会を悪くしているか、罪がいかに家庭を悪くしているか、罪がいかに個人の心を悪くしているか、ね、罪が本当にもうウイルスのようであり、バイ菌のようであり、がん細胞のようであり、放射能のようなものなんです。罪というのはもう健康を蝕み、人間関係を蝕み、社会を蝕む、もうそういう本当に良くないもの、それが罪なんですね。放射能汚染で、去年今年苦しみましたけど、これはやっぱり罪を教えるためなんですね。神様が罪を教えるために放射能汚染を与えた。放射能も非常に害があります。健康を損ねます。非常に危険です。罪というのはそういうもんだよということですね。放射能のように危険なもの、ウイルスのように危険なもの、神様は病気を通して、その罪の怖さを教えようとしています。神様はバイ菌を通して罪の怖さを教えようとしています。神様は放射能を通して罪の怖さを、教えようとしています。罪がないことがいかに大事なのか、罪がない世界が いかに素晴らしいのか。天国を待ち望むのは罪がない世界だからですね。天国を待ち望むのは罪がないから、だから天国を待ち望みます。そして罪のない心は非常にいいです。私の心もですね、以前は父親を憎んでました。その父親を憎んでる心で私は自分の心が病んでいましたね。憎しみで病んでました。しかしイエス様によってその憎しみを取ってもらって、殺意を取ってもらって、心に罪がなくなってきた時に平安が来ました、ね。罪があると平安じゃないんですね。罪があると苦しいんです。罪があると重いんです。ですからぜひ皆さん、イエス・キリストを信じて、心を平安にしましょう。軽くしましょう。心を回復しましょうね。はい、皆さん、自分の中に罪があるということに気がついた人、自分の罪を取ってもらいたい人、イエス様に取ってもらいたい人、自分の心に平安が欲しい人、苦しんでる人で、苦しみを取ってほしい人、アメンと言ってください。罪を取ってほしい人、アメンと言ってください。罪を取ってほしい人、アメン、アメン。罪を取ってほしい人、アメン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 。犯罪を犯したくない人、犯罪を犯したくない人、なんか犯罪を犯しそうだなっていう人いるじゃないですかね。なんか危ない、なんか犯罪を犯しそうだ、どうしようどうしよう、このままだったらもう人を殺しちゃうとかね、このままだったらなんか犯罪を犯してしまいそうだ、危ない、なんとか犯罪を犯さないような心になりたいという人、アメンと言ってください。アメン、アメン、ね、犯罪を犯したくない、なんとかしてもう本当に罪を犯したくないという人、どうしても手が出ちゃう、どうしても口が出ちゃう、どうしても やってしまうという人がいると思うんですね。はい、アメン、アメン。じゃあこう言ってください。イエス様、私の罪を許してください。大きな声で言ってください。できるだけ大きな声でね。イエス様、私の罪を許してください。
取ってください。私の罪を取り除いてください。私の罪を許してください。私の罪を許してください。あなたを信じます。あなたを信じます。あなたを信じます。アメン、アメン、アメン。今度私になります。天のお父様、あなたがこの地上に来たのは人間の罪を取り除くために来られました。そして人間の罪を取るためにあなたご自身が犠牲となって十字架で血を流してくださった。その尊い血によって、その尊い血によって罪を清めるためでした。イエス・キリストを信じる者の心の中にイエス様の血潮が注がれて、イエス様の血によって罪が許されます。イエス様の血によって罪が許されます。感謝します。感謝します。感謝します。人は罪によって苦しみます。しかし許された人は幸いです。罪が許された人は罪を犯さなくなり義を行う者に変えられます。罪人は正しいことができませんが義人は正しいことができます。どうぞイエス様、今アーメンと言った方々が罪が許されて正しい行いができるようにしてください。イエス・キリストの教えを守って正しい教えをすることができるようにしてください。犯罪を犯さないように助けてください。イエス様、彼らが犯罪を犯さないように犯罪を犯すことから守ってください。サタンの誘惑から守ってくださり犯罪を犯さないようにしてください。犯罪を犯さないようにしてください。日本から世界から犯罪を取ってください。犯罪を取ってください。日本と世界が平和となりますように、治安が良くなりますように、サタンの仕業を打ち壊してください。サタンの仕業を打ち壊し平和が来ますように、日本に平和が来ますように、世界に平和が来ますように。イエス様、助けてください。助けてください。助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、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 ハレルヤ、アーメン。皆さん、私たちは罪と戦っているのです。罪と戦うのがクリスチャンです。ぜひ皆さんも罪と戦ってください。罪を避けてください、ね。罪を犯さないように祈ってください。罪を犯さないように何が罪か何が罪じゃないか学んでください。イエス様の教えを学ぶことによって、罪から離れることができます。明日の朝10時半から礼拝があります。礼拝は特別に油注ぎがあります。どうぞ皆さん、油注ぎを受けることによって清くされます。油注ぎを受けることによって神の力を受けます。そして強くなります。罪に対して悪に対して強い人間になります。霊的に戦うことができるのです。サタンは皆さんに罪を犯そうと誘惑してきます。サタンの誘惑に勝つためには油注ぎがどうしても必要なんですね。ぜひ皆さん、もっと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 油注ぎを受けてサタンに打ち勝ちましょう。打ち勝ちましょう。サタンに打ち勝ちましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン。シャローン。シャローン。アメン。アメン。
週に